アロプリノールは、通風、抗尿酸血症治療薬。ヒポキサンチンの構造異性体で、キサンチンオキシダーゼの阻害活性を有する。体内での尿酸の酸性を抑制し、抗尿酸血症を改善することにより、通風発作の発生を予防する。日本では、ザイロリックなどの商品名で販売されている。カキの場合における、高尿酸血症の是正日本では、通常、 成人はアロプリノールとして一日治療200から 300mg を食後に傾向服用する。年齢、症状により適宜増減する。米国では、成人では尿酸値を正常化正常に近いレベルになるように容量を調節する。通風に対しては、通常、一日治療 100mg から開始し、徐々に増量する。 通常の通風における容量は一日治療200から3 0 0ラム、ひどい通風には一日治療400から6 0 0ラムで追加治療8 0 0ラムまで増量が可能である。高尿酸血症に対する尿酸コントロール薬は尿酸合成阻害を行うものと尿酸排泄促進を行うものに分かれるが、アロプリノールは全者に分類される。尿酸は プリンヌクレオオチドから、様々な過程を経て、最終的に尿酸となるが、その過程には、キサンチンオキシダーゼという酵素が関与する。アロプリノールは、キサンチンオキシダーゼの活性を阻害することにより、人体内で、ヒポキサンチンからキサンチンを経由して、尿酸を酸性するのを抑制し、血中や尿中の尿酸値を低下させる。アロプリノールは体内に入ると即座にオキシプリノール、 エと対謝される。生物学的半減期は約1時間と短く、対してオキシプリノールの半減期は約17から30時間であるため、アロプリノールを投与した時の効能は実際はオキシプリノールによるものだと考えられている。バローズウェルカム社のジョージ・ヒッチングズ、ガートルード・エイオン率いるチームは、白血病を対象とした核酸代謝気鉱剤の研究を行っていた。 彼らは 6MP を白血病治療薬として開発した。その後、1956年アロプリノールを開発した。他にも、核酸代謝に関わるアザチオプリン、アシクロビルなどを開発した。これらの功績を称えられ、ヒッチングズとエリオンは1988年、ノーベル生理学・医学賞を授与された。AB クリニカルファーマココネティックスファーマカディナミックス、オブアロプリノールオクシプユロノル。クランファーマコーキネット、46、623から644、ドイ、10.2165、0003088から2億74万6080から0001、プミド1765万5371、バイグウィビランスオブアロプリノールプレパーシャンズ、 スービーアセストバイザペアレントドラッグオアザークティブ、マタベリト。クラン・インベスティグ71。240から246。プミド848万1628。AB ・ゴコチェア・ M、エトール。エフェクト・オブ・アロプリノール・イン・クロニック・キドニー・ディジーズ。プログレッション・アンド・カーディオ・バスキュラー・ディスク。クラン、J ・アム・ソック・ナ・フロル。2015。1388。 1393マクアイザック RL エトールアロプリノールカーディオバスキュラーアウトカムズインアダルツウィーズハイパーテンションハイパーテンション2016マール67 535から40ドイ10.1161ハイパーテンシャナホ115.06344キャンベ M、エムエトールエフェクトオブトリートメントオブハイパーイラシミアウィズアロプリノールオンブラッドプレッシャー クレアチニンクリアランス、アンドプロティンディアインペーシェンツウィズノーマルリーナル、ファンクションス、INT ユロルナフロル、2007-39、1227から33、ノーマン A、エトール、エフェクトオブハイ、ドーズアロプリノール、オンエクササイズインペーシェンツウィズクロニックステーブル、アンギナ、A、ランドマイズド、プラセボコントロールドクロスオーバートライアル、ランセッタ201375、 2161から2167、ベンジャミン・アール、エトール、アロプリノール・リデュース・レフト・ベントリク・ヤラー、マス・イン・ペシェンツ・ウィズ・タイプに、ダイアビーティーズ・アンド・レフト、ベントリク・ヤラー・ハイパートラフィー、J.M. コル・カーディオル、2013・62、2284から2293、ドイ、10.1016、j ジ,ジャック、2013.07、074チェン、EY、 エトール、アロプリノールユーズリスクオブフェータル、ハイパーセンスティバティリアクションズ、A、ネイションワイドポピュレーション、ベースドスタディーイ,イン台湾、ジャマインターンメット、2015、ドイ、10.1001、ジャマインターンムド、2015.3536。ありがとうございます。